よ。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。リョーナです。森の中にいるんだけど、まあ、こう見えてこう八重城でございます。でこの八重城はですね、熊の八重城と言いまして、北海道ね、羅臼町の中にあります。で今日はね、羅臼に登っていくんですが、実は天気がちょっと予報が悪くなったというのと、朝寝坊しちゃいましたということもありまして、まあ今日はね、予定より1時間半の遅れにはなってますが、まあそれでもギリギリね、暗くなるまではまあギリギリ下山できるような工程なのでいいんですが、予報が気になりますね。いくつかの予報を見ている限りだとですね、お昼もしかすると晴れるかもしれない。で、まあ、予報によってはちょっと小雨かもしれないぐらいの予報で、まあ、今のところは完全にね、曇っています。で、これからね、6時間ぐらいかけて登っていくんですよ。最後に残った北海道百名山が、羅臼で、でね、登山口が2つあるんですが、どっちも低くて、この熊の湯と、あと、ウトロ川の、岩尾別温泉ってあるんですが、どっちもね200メートル前後だったりして、で1700あるので、山はねちょっと頑張っていかないと羅臼は登れないんですね。あと一番多分北海道の百名山 で一番熊出るよね、ここね。で今日もちょっと熊対策した上で登っていくんですが、まあそんな感じで、ね、登っていきたいと思います。まあ少しでも晴れることを祈ってます。で、ちなみにね、昨日行くって言ってもあったんですが、天気を見て今日にしたんですよ。そしたらね、昨日は割と良い天気で、まあ山頂雲かかってましたけど、でもまあ行けたんですけど、まあはい、そんなことを考えないで、まずはね、出発しまーす。あ、で、今日もね、ちょっと、私のガイド兼タクシードライバー兼カメラマン、今日もビール一本で働くブラックバイトカメラマン一丁です。はい、よろしくお願いします。はい、今日もカメラマン兼ガイドとして頑張らせていただくんで、はい、します。はい、あとあれですね、クマも無理ね。あ、クマね、クマもね、最悪襲ってきたら俺が馬に入ってガードすれば最悪アルーンさん守れるんで、皆さんご安心ください。多分ね、カメラの外だったらむしろ私を投げたいと言ってるんですけどね。まあそんな感じです。はい、では行ってきます。行きます。これよりかは早く行けるかと思うんですが、まあ、ギリギリ本当に日没までって感じに今日はなります。最近なんかそういうの多いですよね。私朝起きれなくて。里見大着、下はガスだけどいい雰囲気だ。あ、やすごい、なんか立派な毛様があるんやね。それ何？水ならウイスキーの樽によく使われるやつ。あ、美味しいよ。さすがワイン以外の酒に詳しい長先生。そう、なんかどっかスーパーとかお酒の売り場行くとね、面白いんですよ。ワイン担当私で、それ以外は、まあ、私も基礎わかるけど忘れてるから伊藤先生がね、補うんだよね。ね、日本酒担当と、ね、私ワイン担当で。でもウイスキー固くない飲んでくれないよね。ウイスキーはね、私飲みません。私、まこちゃんだからまだ無理です。ね、じゃじゃーん。皆さん、今日も濃い茶です。伊藤園さんとね、連絡取ったことないんけど、もう私本当に山にいつも濃い茶持っていて、水と濃い茶、もうそれが最近定番化しちゃってね、美味しいんですよ。なんかこの苦味でめっちゃ疲れが軽減されて、幸せなんですよね。あ、おいしい。あー、この苦味なんか癒されません？まあなんかこう、自分はね、あまりね、体の機能とか詳しくないから、なぜ私にそれがそんなに効くかわからないけど、まあ皆さんもぜひね、この濃い茶を山に持って行ってみてください。で、あとね、なぜ今手ぬぐい2つかって言うと、湿度が高くて気温も高いので汗が半端ないんですね。で、これは頭からここにこう落っこちる汗を止めるためで、あと髪の毛がここに濡れてる髪が顔にくっつかないよっていうのと、これはそれ以外の汗を拭くためです。まあ、これぐらいないと無理。あともう一個紹介ポイントがあります。ほっ、新米などです。これ可愛くないですか？なんかモンベルの腰水って言うんだったよね。腰水店で売ってて、なんか結構北海道限定のやつ多いので、ちょっとねこれを手に入れちゃいました。
かわいい。あと今日はなんと時計も新しい、これはねちょっと時期じゃないや、これもねちょっと時間来たら紹介します。ブランドはこのカロスさんというブランドです。なんかそう、私手がねちっちゃいんだけど、まあにしてもね綺麗に収まっていていい感じなんで、はい。しかしこの時間に外目台に出るのがバレまして、ちょっとやばい。はい、ではまあ時間も時間なので、あの登りきついし出発します。あー暑い。で今ねいるのはこのハイマツバラというところで、あー先行かないで、雲怖い。一人になりたくない。あ、大丈夫だけど。ちょうどいいか。さっきの暑かったもんね。そう。なんかこんな感じ今登ってるんですけど、はぁ、あ、きつい。何も見えないしさ、植物こんなんでさ。はい、第一の壁っていうところに来ました。長女まで 4.5、歩いたのが 2.5。距離で言うとね、結構一距離歩いたんですが、あの標高差あと 1000m あります。はーって感じだね。で道はここで、なんかちょっとまだガスってるんだけど、あの樹林帯の感じ変わって雰囲気良くなりましたね。なんか綺麗ですね、これがこれで。2時間半とかそれぐらいと思うんですけど、あの面白い場所に来てるけどずっとガスガス、でも太陽近いんですよ、感じますよ。でこれなんか温泉っぽいですけど、苔めっちゃ綺麗でガスの中でもね楽しめます。だが晴れてほしいです。もう3時間2時間半ぐらいだけどなかなかですよ。すごい溜まってますね。でここからねちょっとこの沢っていうか硫黄の沢から離れていく感じで、あそこにチェックポイントあります。あ、確かに苔がなんかどうなってるこれ。不思議な苔ですね、本当に。なんか山脈をあの飛行機飛んでる上から見てるみたいな、あそんな感じしない？はい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 、ちょっと低山がっていう感じだよね。はい、というわけでね、今回の羅臼岳への登山の時に新しい時計を使ってみました。でその時計っていうのはじゃじゃん、こちらになります。カーロス・エイペックスのツっていうモデルなんですけれども、実は私が今あの手にこうやってつけています。こちらのですね、カーロスさんの時計、どんな時計かというと、まあ、まず毛色っていうところがあります。確かね、あのこのモデルで 42g ほどです。本当にこう手につけてもね、あのこれだけね機能があるのに軽くて気にならないんですよ。あともう一つの特徴は、あのバッテリーがすごい長持ちするというところですね。あの GPS モードを使ってもですね45時間で、普段使いでしたら17日間あのバッテリーが持続するんですね。はい、本当にあの登山とかちょっとこうなんでしょう、街から離れてどっか行くときにこういう時計とかあの機械のバッテリーの持続性って大事ですよね。そう、 iPhone の充電が切れた時にちょっとパニックったりもするぐらいですよね。そうそう。であの以前のモデルよりかはあの 1.8 倍この時計のバッテリーがあの長持ちするようになりました。はい。で自分は実は登山でも使ってるんですけど、結構仕事
会社行くときも使っていてめちゃめちゃ便利だなと思って、普段使いでしたら本当になかなか充電切れないのでめちゃくちゃ楽なんですよ。本当に会社にだいたいカロスさんの時計持って行ってます。そしてね、こちらの時計は本当にもうアウトドアアスリート用の高性能時計なので、高性能自体もそうなんですけど、実はすごく丈夫で激しい環境でも大丈夫です。だから防水でもありますし、そもそもの丈夫性というのもありますし、寒くても動きますし、雪降っても動きます。これからの雪山もこれで安心ですね、本当に。あとやっぱりアウトドア用の時計なので GPS 機能もついていて、その性能が前のモデルよりもだいぶ進化したらしいんですね。で、事前にダウンロードすればこの時計でオフラインで、なんか要は電波とかなくても地図見ることもできるので、それもやはり登山するときにね安心するんですよね。はい。さらに自分がですね、実はラオスだけで特に何の地図もダウンロードしなかったんですけど、純粋に登山モードにして記録を取ってみたんですね。そしたらね、しっかりと記録が地図も載っていて、要は何もダウンロードしなくてもですね、記録にはちゃんと地図載るんですよ。ちょっと感動しちゃった。まあ機械疎い私ではございますけれども、こういう機能もあるんやすごいなって。はい。そしてね、もう一つのいいなと思った機能が心拍数が測られるというところですよね。でしかもそれがなんかすごいこう常に測られていて、活動のリポート見るとね、どのタイミングで私の心拍数がどれぐらいだったとか、なんかどういう酸素どれぐらいしたかとか、そういうすごい精密なデータもアプリ上表示されてるので、すごいな、世界って進化するもんだねって感動しちゃいました。でさっきね、登山モードを使ったよって私が言いましたけれども、本当にいろんな活動に合わせたいろんなモードがあるので、まあ登山だけじゃなくて普通のランニングだったりとかいろんなモードがあるので、まあ自分自身のいつもする活動に合わせてモード選んで記録することができるので、非常に便利なんじゃないかなと思います。ではですね、ラオスでの記録なんですけど、実はね、ちょっと最初スタートし忘れちゃってですね、一番最初の 2,30 分ぐらいかな、多分撮れてないんですけど、まあ、そこから重要な部分は全部撮れていて、で今アプリを見るとね、ここにね全部めっちゃ載ってるんですよ。もう本当にすごくて、ほら地図も載ってて、これは私が何かを事前にダウンロードしたわけじゃなくて、本当に時計を初めてつけてみて、まあ、登山モードで登ってみただけなのに、しっかりとこう地図上もやっぱ GPS で全部勝手に記録されてるんですよ。グッドです、本当に。はい。で、すごい詳しくて、なんかこれスクロールするとね、スピード、ほら心拍数とか、平均だったり最大だったりとか、どのゾーンでどれぐらい運動したかとか、まあ、標高差とかもちろん全部載ってるし、もうね、すごいんですよね。本当にこんな詳しく記録されてるのでいいなと思います。でしかも本当に使い方も簡単で、私がねやっぱり機械が疎いのでちょっと面倒くさがるタイプなんですけど、私でも簡単に活動のスタートができたので皆さんにもおすすめします。で最後にね、カロスの APEX 2を使ってみた私の感想、本当に実際に使ってみて思ったこと、まず一つ目に、これスタイリッシュなんですよ。おしゃれでしょ。そうそう、なんかかっこいい感じ、なんかできるみたいな感じがしてて好きです。で、このバンドね、これ以外にもまあシリコンとかのバンドもあるらしいんですけど、私がこのもともとついているバンドにしてみました。なんか文字が載っていてかっこいいのと、実はこれ、まあ、あくまでも私のこだわりなんだけど、こう外すじゃないですか、まあ、サイズ調整すごい簡単なのと、こういう風に外してこの辺まで下げると日焼け止めが非常に塗りやすいです。っていうのも私、時計焼けが結構すごいんですよ。で、まあ塗ってるけどいろいろとやっぱり焼けちゃいます。で、山登りするときに時計をつけた状態がほとんどなので、その状態で塗るんですね。今まで使ってた時計だとやっぱり止めなくちゃいけない、一回外してまた付け直さなくちゃいけないんですけど、これだったらね簡単に塗れるので のありがたいです。はい。これからもね大事に使っていきたいと思います。詳細とかは動画の概要欄に載せておくので、ぜひチェックしておいてください。では北海道に帰りましょう。帰りましょうじゃない、戻りましょう。はい。ほい、出発から4時間ぐらいかな。でちょっと青空少し見えてきて、ガスも抜けて
今山頂が割と、まあ、見えないこともない。でこの岩かっこよすぎるでしょ皆さん。ちょっと広角にすると画質が落ちますけれども、屏風岩だっけ。屏風岩、その日本語の意味ちょっとわからない。なんて意味なんて意味。あとだよな、屏風っていうもので画像検索してみるとわかりやすいと思う。なるほど。 そう、はいはい、そういうのと同じような形をしてる岩。すごすぎる。でも本当にちょっとガスも来るけど、山頂案外雲海になってる可能性高いので、はい、希望を捨てずに今歩いてます。山頂までって1時間2、30分はかかりますけれども、まあ頑張るしかないね。はい、今ね先生に説明を受けて屏風って何のかよく分かったんだけど、確かにねこれそんな感じしますよね。すごい綺麗だね。今ね振り返りましたけど、この雲すごい。その中歩くのは楽しくなかったりもするんですけど、こうやって見る分には自然ってすごいなって。今登山道がここにありまして、はい、ちょっとこれは山頂から多少景色見えるかもしれないね。なんかグーやってる人いるねはい、というわけで出発からあと5時間弱で、今ね後ろにあの国後島が見えています。結構ね初めて見えたんですけど、あ、ちょっと今角度的に見えなくなったんですけど、さっきまでずっと見えてあのすごい綺麗でした。でこんな感じで雲の上に出てきてね、割と希望持てるよね。今とっても雲抜けた。はい、まあ完璧な晴れではないけど、でもその分ね暑くないのでそんなには。で今標高に1200ぐらいで、まあ、あと400ちょいくらい上げれば、で最後はねもうめっちゃくちゃ一気に上げる感じで行くんですけど、ここまでがねやっぱりガスの中が、まあ、ちょっと寂しい部分もあったけど、火山の凄さっていうのがよく体感できます。下はこういう溶岩が流れたりとか、特殊なあの、苔が生えたりとかするんですけど、目まで来るとまたこう草が生えてるけど岩もあって、その地帯もすごい面白いし、なんかこう崩れ落ちてるところとか屏風岩とか、なんかねあの火山ってやっぱりすごいな、生きてるなって、昔ここでいろんなことがあったなーってね思ってます。で登山道は、ね、そんなものすごいきついことはないけど、やっぱり長くて、スタート地点が 130m でした。熊の湯はね、で山頂が1660なので、かなり標高は上げるんですよね、うん。でまあもうあと近いんですけど、帰りもあるのであはーっていう感じではあります。ただ本当にまあちょっとガズると迷いやすい箇所はあったけど、これっていう危険箇所はなく安心して歩けました。ではでは、ちょっと引き続き歩いていきますわ。しょした。家に帰りたいです。帰れないけど。青空も見えてるね。今日は今山頂が下から見えてるでしょうね。ねえ。下がガスったんだけど、山まで来るとこんだけ晴れてるからさ、ご褒美にしか思えないね。お花畑分岐、はいはい、よくね動画でね皆さんに、アリョーナさんいつも元気に登ってますねとかって言われるけど、かなり死んでますからね。
もうマジ歩きたくなくて、だいたい5分おきに、え、じゃあ私も歩きたくないって言ってるでしょ。うん。はい、うなずいてました。ほんと気づくって、なんか時間長いし、なんだかんだ全体の疲れ溜まってるし、もうキュートだし、滑るし、まあ、なんか体をこう曲げて、ずっと愚痴言いながら登ってるんですよね。顔もきっと死んでるし。まあそんなもんですよ。きついけど、景色がいいからさ、頑張っちゃうし、あともう、あとね、250メートルぐらい登れば山頂なので、まあ頑張るしかないんですよ。行くね。で、ちょっと歩いたらね、ご飯ちょっと食べます。山頂までちょっと我慢できない。以上です。はい。もうこんな感じですね。登りは。もう、やだ。汗もすごい。いいです。あとさっきね、私がもうエネルギーだったようで、グエーって言いながら私の口の中にチョコさせた人がいたんですが、おかげさまで回復しました。はい、こんだけはしゃぐとね、無理だけどね、ゆっくり来ますわ。でももう景色見れたし、今からかすってももう十分見れたので、はい、幸せです。もう私も満足したんで、山頂のね、標識に触れば十分。Get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. になります。ラオス滝です。で、山頂少し休んで下山するんですけど、山頂から全部見えるとはまさか思わなかったよね。山頂で雲海で下見えないんだろうなっていうのが我々の予想でしたけれど、何でも見える。
can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, oh, I'll be your light.はい、どのところ来ても、ね、野菜食べる私だから、セカンドグルメで、驚きのこの138.224円なんだけど、ちょっと野菜でこれ美味しいんで、昨日もこれ食べたんですけど、食べまーす。ソース多いんだけど、もうこのまま、いただきまーす。もうこれね、チキンとね、胸肉とキュウリで、いただきます。ほんとセコマ最高だな。今日はあと、これセコマンのわさびラーメンで、山わさびラーメンか、山わさび塩ラーメンだ。あの一丁のおすすめで、アリオナの反応見たいよってめっちゃ言うから、ちょっとどんな味か怖いんだけど、はい、できました。めっちゃいい香り、そして美味しそう。でもね、まあぜひ食べてほしい、反応見たいって言われるわけなんですから、多分ねちょっと辛いでしょうね。なんか見た目はすごくうまそう。いきます、もう一度いってきます。しかもね、めちゃ晴れたんですよ。すごい晴天で、あの予報より天気いいんですよ、うん、長っ、うん、あ、おいしい。辛いけど、うん、かなりこのわさびの辛さが入ってるから、辛っ、でもおいしいよ。もうちょっと思いっきり頬張ってみて。さすが日本男子、すぐ食べ、私はね、下手くそ、こういうの食べるのがこの反応見たかったですか。ごめんね、こうならなかった。私これなんですか。あのスノーピークのスクーっていうやつ。うん、材料チタン製で軽量、かつあのよくありがちな先割れスプーンってさ、うん、先端がちょっとだけだけど、ちょっとしかなくて軽くしか刺せなくてさ、うん、フォークとしての機能が弱いんだけど、これはこれだけのストロークがあって、うん、あのちゃんとラーメンをすくうこともできる。はいはい。あの米物もここですくうことができるっていう、フォークとスプーンの機能完全に融合してる最強のアイテムだそうです。皆さんこれよろしくお願いします。はい。スノーピークの社員ではありません。はい。そしてこれをコーヒーを混ぜるのに使うっていうね。おかしいよね。天気は予報よりもいいんですし、太陽も出てるんですが、時間が時間なので帰ります。ラウスありがとう。最高だった。開始して1時間半ぐらいなんですけど、この硫黄のそばまで戻ってきました。こんな景色でした。今ね、上部は雲かかってるんですけど、まあ、山の高さぐらいだったら全部あの見えきってるので、こんな景色だったんやって話はしながらも下ってます。で、あそこね、山自体も見えてます。まあ実はね、あの晴れてたらね、こんなのも見えたんだよっていう話なんですけど、我々はね、十分満足してます。山頂すごい天気良かったし、下りもしやすいし、最後景色見えたんで、残すことないね。あとあれだよね、知床の重曹ぐらいはまたいつかしたいんだけど、まあ、ラオスのこのルートは、あの、見事にコンプリートしたかなと思います。では、気をつけて、あと1時間半、2時間ぐらいかかるので、こっからはだいぶ平坦だけど、気をつけて下山していきまーす。決まったのが、熊野湯なんか。じゃないかな。でも熊野湯あったかいでしょ。こっちはアタックないので、こんな景色だったんだ。ほえー、すごいですね。
まだ距離は半分以下ではあるけど、3歩いて4残ってるんですね。こっからほぼまっすぐなんで、4は全然遠くないと思います。登り返しもないので、こんな感じでした。景色はこれさ、硫黄すごいんですよね。匂いもすごくてね、これ入りたくなっちゃうけど、これ冷たいんですよ。でもすごすぎる。ほらもう真っ白いんですよね、これ。何が流れてるんやった感じ。はい、すごい。あ、海普通に見えるね。すごい。あー綺麗だね。はい、時刻は5時45分。ぜひ皆さん参考にしないでください。我々は気が早いのでなんとかなるんですが、まあ、朝寝坊したんでね、ちょっと下山は遅かったです。ではね、まずトイレ行ったからエンジング取ります。こうすごい皆さんが立派なテント張って、私もここでちょっとこういうことしたいな。ねえ、いいよね。よいしょ。下山終了だ。はい、というわけでギリギリの時間にはなったんですが、5時45分に無事に下りました。雨もまあなんともなく無事に下ることができて、今日はね、クマにも会いませんでした。遠く遠くにね、まあ、クマが見えたらまだ良かったんじゃないかなと思うんですが、いらっしゃいませんでした。多分私がうるさすぎて、クマさんもいやー、このうるさい女に近づいてもなーと思って近づいてこなかったと思います。まあ真面目な話、ホイッスルをかなりですね、吹いてくれたので一丁がね、なので大丈夫だったんですけど、で山頂は奇跡が起きて、まあ予報は大半の予報が曇りで、晴れの見込みがちょっとねあんまりなかったんですが、結果晴れて山頂ですごすぎる景色見て、で2人でぼーっとしながらね、あーってなって、非常に良い時間を過ごしました。そして百名山が94度になりました。私94年生まれなので、まあ、94ってなんかちょっといいなと思って、94座はとても嬉しいです。残り6座で、まあ、今年は大丈夫でしょう。残りの6座はね、3座はちょっと厳冬期私は行けないが、あとの3座は厳冬期でも行けると。なので厳密にはあと 1,2 ヶ月で、3座登れば大丈夫で、あとは12月でもいいんで、なんとかなると思います。で、ラオスはね、素晴らしい山でした。最初はガスガスで2人とも全然ね、気分乗らなくて、うわー帰りたいとかってね、そんなことばっかりながら歩いてましたけど、まあ、結局は、楽しい登山になって、最後は走って下って、良かったです。そしてね、登山道は危険箇所はないんですけど、まあ、常に熊のこと気にしなくちゃいけないのと、トラバースの箇所とか、ちょっとの崩壊じゃないけど、まあ、滑りやすい箇所があるので、まあ、いつも通りの注意度ぐらいでいいかなと思うんですね。で、では岩地帯があるので、まあ、岩が苦手な方は少し嫌かもしれないけど、そんな危険な感じはしませんでした。で、こんなもんかな。あとそうだ、まあ、一番びっくりしたのはね、おそらく国後からかと思うんですが、ロシアの電波がバリバリ入るっていうのがちょっとショッキングでした。はい、まあ、バリバリってわけじゃないけど、いろんなキャリアが、1本ぐらいは立つという状況で、パケットオフにしてるので、多分ローミングとかそういうのが大丈夫なんですけど、びっくりしちゃいました。では94座ここまでになりまして、ちょっと一丁はまだちょっといないんですけど、いろいろね、整理したり靴を洗ったりしています。まあ、彼にね、あと感謝いたいと思います。やっぱね、この世の参考は一人で無理でございます。
まあ、いろんな面でサポートしてもらって、案内してもらってね、すごい感謝しています。では今日このあたりまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の山でもお会いしましょう。残り6座です。6、ちょっと、もう一本指出ないけど、6と1ですね。バイバイ。